ちゃった。何を？どうしたの？寝れてんじゃん。さあ始まりました、しごりおチャンネルの翔太です。今回は久々のドッキリです。今回のドッキリの内容は、突然年下彼氏がおもらしをしたらどういう反応をするか、ドッキリ。ドッキリ散々今までしてきたと思うんですよね。僕ら、まあドッキリカップルみたいなもんなんですけど。いや違うな。ドッキリカップルって言ったら付き合ってることもドッキリみたいな、そういうことじゃなくて。まあ、ちょっとね、多分普通に変なことするとドッキリっていうのがもうわかるような人になっちゃったので、ドッキリと現実がなんかもう本当にありそうなんじゃないのみたいな感じなドッキリをしようかなと思って、で、僕もしそうな感じじゃないですか。なので、今回は漏らしをして、彼が本当にいつも通り優しくしてくれるのか、はたまた怒るのかみたいなのを検証したいと思います。それでは、レッツゴー。終了。何を？どうしたの？漏らしちゃったな。何を漏らしたの？恥ずかしい。寝れてんだけど。恥ずかしい。え？恥ずかしいから。早くタオルとっか。寝れてんじゃん。下は？ベッドは？ああ。何やってんの？欲しいから。あー。ちょっとさ、とりあえず、着替えなよ。え、なんでそんな昨日なんか水分取った？トイレ行った？寝る前。じゃあ、とりあえず着替えちょっと、これ洗濯しよう。うん、着替え取って。なんで？動けない。なんで動けないのよ。動けないってことないでしょ。え、これでいい？どれでも。え、パンツは？パンツはいらない。パンツいらない？え、とりあえず、はい。拭いとくよ。あ、うわ。帰ってきたよ。うん。大丈夫かな？これ絶対洗濯した方がいいよね。うん。ちょっと大丈夫ってどういう？ちょ。あれ、ファブリーズは？まあ大丈夫だよ。ひょにょ。とりあえず一回さ、もう一回寝ない？なんでよ。え、まだ9時半だからさ。一回寝よう。じゃあ待って、ここ一回、そしたらさ、うん、タオルかなんか敷かないとさ、うん、ダメでしょ。うん、一回もう一回寝よう。まだ寝不足。大丈夫大丈夫。メガネ外して。何？どうかしたの？よー、うん、またしちゃった。またしちゃったよ。なんでさ、うん、俺の手を。またしちゃった。またしちゃったじゃないよね。ていうか汚くないよ。汚くないよ。匂い嗅いでみて。匂いしてないでしょ、ずっと。お水臭いよ。やめろよ。終了。やめろよ。本当に臭いやつと思われるじゃんよ。お水なの？お水。何やってんの？はい、というわけで。はい。いや、この絶妙なドッキリか本当にしてんじゃねえかこいつどっちかみたいな感じよくね。本当にやったんだ。本当にしてないよ。内容はお漏らしをしたらどういう反応するかっていう、はい、あの絶妙ななんか本当にやりそうなことを。うわ、なんか気持ち悪そう。うん、
どう、びっくりした？いや、びっくりしたっていうか、なんか笑っちゃったみたいな。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、はい、面白いなって思っていただけたら、チャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。ドライヤーしたら乾くかな。ひょうにょう。